シキさん対戦お願いします。なんか最近リトルマックも多くね。前回上げた動画にもリトルマックいたし、最近の俺の動画の解禁になりつつあるこのキャラ。とりあえずリトルマックを倒す方法はある程度ダメージ食らわせて外出して復活、これだけでもう簡単に倒せます。あ、はい、兄落ちて。進撃の巨人のミカサが兄を崖から落とすみたいな、巨人化した兄を。え、お前戦意喪失したか、もしかして。いや、まだ戦うんかい。なんで一瞬動かないの。もうお前五感奪われたのかと思ったんだけど、まだ戦う意志があったとは。いいだろう、その意志完全にへし折ってやろう。うますぎる。コウセイさん対戦お願いします。またニストだ、ニストが続きますね。いいね。てか前回の動画でこの話しようと思って忘れちゃってた話があるんだけど、そろそろね夏も終わるということで、この前友達とねプールに行ってきたんですよ。でその時撮った写真をツイッターにフォローしてくれてる人限定でアップしたところ、なんか多分俺の乳首が映ってるからだと思うんだけど、なんかセンシティブな画像みたいな感じになっちゃったんだよね。一応まだあのフォローしてくれてる人限定で残してあるんだけど、センシティブ認定受けたせいで全然いいねとかも伸びないし、まあ、一応ね顔も映ってて顔はそこそこ漏れてると思うから、まあ、よかったらまだ見てない人ねツイッター概要欄にあるんでフォローしてちょっと見てください。一応乳首映ってるけど、まあ、別に。はい、これそのコース一番得意なんだ。まあフォローしてぜひ見て、あのいいねとリプお願いします。水の呼吸火の方煉獄。カズヤ来た。マジ本当多いよなこいつ。カズヤとの試合って結構取れ高ある試合が多いからさ、最近リトルマックとカズヤ俺の動画のレギュラーメンバーになっちゃってるんだけど、まあそれはそれでいいか。うわこれ大丈夫か、ちゃんと決めてくる。これは外にずらして、さあなんとか即時コンボから逃れていく。さあ 51% で、そのコース一番得意なんだ。なんか最近そのコース一番得意なんだの決定率やばくない？めちゃめちゃ決まるんだけど、動画でも配信でも。水の呼吸よりワンチャン決まる、ワンチャンってか余裕で水の呼吸より食らうわ。あ、決まるわ。今俺が持ってる必殺技の中で一番決まってる気がする。さあそして丸々1ストックリードしていって、うぅ、それスーパーアーマー最強じゃん、何でも耐えんの。ここはちゃんと復帰して、うますぎる。お前俺に復帰阻止に来たことがあだになったな。俺は復帰阻止の阻止が得意なんだ、実はカウンターパンチャーだから。あぶね、まだ生きてるやつ 163%。 実は俺の最たるは攻撃力ではなくてバースト拒否制度。うますぎる。ダメな人さん対戦お願いします。名前ネガティブすぎだろ。もうすでに名前からしてこの勝負に俺は勝ってる。片や俺の名前はあの最強の男アッカーマンやぞ。てか進撃の巨人の早く新シリーズ、最終シリーズアニメで見たいんだけど、もう進撃の巨人漫画ではもう全部読んだんだけど、進撃の巨人って文字めっちゃ多いじゃん。俺文字多い漫画読めないんだよね。だからなんとなくこの絵を見て、でたまーに字読んで内容を理解するみたいな、そんな感じのね見方してるんで。だ漫画である程度大まかな話の流れだけ理解して、で詳しくはアニメでその穴を埋めていくみたいな。進撃の巨人並みに字の多い漫画に関しては漫画とアニメを併用しながら見てるんで、早く進撃の巨人アニメ始まってくんないと俺ちゃんと理解しないままなんだよね。うわー、え、なんかめっちゃ押してると思ったら余裕でゴムなんだけど。あ、これは帰ってこないんちゃう。いや、うますぎる。ワンターンキル。おいおい、10秒前くらいまで2ストックの 0% で 0% やったぞ。え、キンクルって即死キャラだったっけ、煉獄以外で。俺が使うとキンクルが即死系のキャラクターになるんだけど、煉獄はもちろん煉獄以外でもな。さあそして丸々1ストック差が開いていって、もうこれは勝ち確定でしょ。あのワンターンキルで完全に相手もう心折れた、イップスになってるよ。ああ、ちょっと今の DA とか視覚が奪われ始めてるようだね。これ霹靂一閃当たらない。さあとどめ、うわ普通に死んだ。公平さん対戦お願いします。最近すればスティーブ、うわ開幕トロッコで突っ込んできて、しかも 41% 火力高すぎだろ。俺基本的に開幕ガンダッシュつかみからの DA 狙ってるから、開幕攻撃行動されると俺にはめちゃめちゃ刺さるんだけど。さあしかしパーセントは逆転していって、さあ流れを完全にものにした。はい、これも外出して中入ってきたわ。そのコース一番得意なんだ。滑空してる最中をもう刈り取ってしまう。
この俺の必殺技、そのコース行くわ。おいしい、被爆したあいつ。なななごめんなさいごめんなさい。はい、無料だ、無料無料で無料です。はい、さあここも、あ、さすがに、さすがに上から帰ってくるか。まあそうだよな、あんだけ潜り込んで下から帰ってきたところバチコチしばかれたらもう下から帰ってこれないだろうやつは。さあ 77% 対 88%、 丸々1ストックリードして、うわ被爆した、うん、これこれトロッコカウンターして殺して、やばい死ぬかさすがに。いやもうこれカウンター狙いでいこう。いやーそれは無理だ、その距離は無理だな。来い、いや来ねえか、危ない、いやーミスったな。ちょこれ間合い近すぎるかな。でもこいつ間合い取ると漏れなくずっと掘り続けるから、この復帰来るか、いや下から来るか。さあ、いやでもうわー今もう大砲吸い込んじゃってた。これもう絶対トロッコカウンターして殺すわ。ちょここの復帰来るよ、ここ来るか、こうねー、さあこう行くと見せかけておびき出して、はい完璧な陽動有言実行彩色兼備文武両道、わら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 さん対戦お願いします。はいまずこう外幕水動き見ようか、ちょっとずつ盲信が破られて、待て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 、流れが悪い、流れ、いやもう60、うわちょちょちょ、いや落ち着こう、冷静になろう、ここは雑談でも挟みながら一旦頭を冷やす、まず自分のペースで持ち込むこと。あ、そういえばチャンネル登録者は皆さんのおかげさまで1万5000人いったので、ちょ1万5000、うわでね、1万5000人記念で専用部屋配信をね近々やろうと思ってるんで、日にちとかはまだ全然決めてないんですけど、まあ、Twitter とかね動画とかで告知しようと思うので日にちが決まり次第なので、よまだチャンネル登録と Twitter のフォローしてない人はチャンネル登録と Twitter をぜひ、登録とフォローしておいてくださいというところで、てかなんかやばいな、これ丸々1ストック負けてる。静江は得意なんだけどな俺。さあここでストックは並ぶが 88% 対 0%、 これはまずは落ち着いて冷静にまずダメージを確実に与えていこう。いや勝てえなこの静江、なんか名前めっちゃダメだ、俺が本来の動きができてない、焦るな、冷静になれ聖一、絶対に倒せない相手なんていないんだ、やばいやばい、 146%、 ちょっとこれまだ、あ、ここはしっかり受け身取っていく、ちょ、いやさすがに抜けられるか、いやこれまだ知れない、とりあえず上だけで 20% 稼いでいって流れを取れ、 184%、 そう俺の最たるは、あぶねえ、うわーは、おいてめえ今何したか分かってるなあ、大丈夫か、もう五分になてめえ分かってんのかお前、この状況が、お前は負けてんだぞ、これボコられんだよこれから俺を煽った罪によって、だからお前煽ってんじゃねえよ、 0% で 0% の1ストック対1ストックでさ、なあ殺すぞお前、こいつだけは俺が殺すと誓った、こいつぴょん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 パチンコで飛び回って、このクソ小バエがよ、叩き潰すぞ。残り5秒、5 4 3 2 1 0、死んで詫びろ豚が。リス縛りさん対戦お願いします。来たお金玉デカオ、なんかお金玉デカオもちょいちょいいるよな、まあ、レギュラーメンバーとは言わないほども、準レギュラーなんかダメだな最近、本当にろれつが回って、ブワーン、早めの武器でどうだい、うますぎるわ俺やっぱり、もうこの煉獄どこからでも狙えちゃう、さあもうこれ煉獄あの位置であのパーセントで決まったらもう勝ち確定だろう。さあ 32% 対41%、まあ丸々1ストックね勝っていってるんで、まあここもね1ストックバチコリ落として、もう勝利をね確実のものに、勝ち確を確定させていきたいと思います。消火栓でカウンターしたら上に浮き上がって相手にぶち当たったんだけど、あれ初めて俺消火栓カウンターしたかも、ここいやー、いやいいね流れがいいね、俺お金玉デカオ結構得意なんだよな、てかさこれってキンクリ有利なのかな、やっぱりちょコメントで教えてください。いやそろそろバーストしたいんだけど、相手もじわじわとね追いついてきてるんだよな、うわー凪、いやーあの位置はさすがに回避暴発しないか、
え、なんであれ俺だけ反動食らうの。今相殺したやん、俺の下スマとお前の横スマで。あれ武器判定だからとか。それは見切った。さあここでバーストしていって、これ3盾案件か。ちょっと3盾やっていきたいところ。はい、これ美味しい。みんな前投げで 40% バチコリいけない。まあでももうこうなったらあとはこれ、うん、もう消火栓邪魔。こいつとりあえず打ち上げられたら消火栓出してくるよね、あのこのお金玉デカワールで。お金玉あるあるやん。とりあえず打ち上げられたら消火栓出す。あとフルーツいっぱい使ってくる。まあいいだろう、俺の価値確認か。あーごめんなさいごめんなさいごめんなさい。はい、無料。さあそろそろ君のためにもとどめを刺してあげようか。粘るな、もう無理だって。いやこいつめちゃめちゃ粘ってくる。いいだろう、現実を教えよう。こっからいくらお前が努力したところで俺の価値確確定は変わらないと。やばいやばいやばい、ここに来てちょっとぐだり始めたな。マジこういう風にぐだると話すことなくなってくんだよな。ずっと実況してでもっていう感じじゃん。やば、さあ 118% 対 138%、 128% 148% 決める。はい、ということで、まあ今回はこんなとこですかね。もうマジ勝っても全然戦闘力が上がらね。その代わり負けたらめっちゃ持って帰るっていうね、もう過酷なメンタルの中やらされております。ということでね、まあ、今回以上になるんですけれども、まだチャンネル登録と高評価してないよって方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとね、コメントとツイッターのフォロー概要欄からいきますんで、そちらもお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うんうん、クスタシー。